どうも中尾と申します。はい、今日はですね、出まいりました。大型購入品紹介でございます。はい。最近ちょっと大型続きすぎて、ちょっと財布がハンクしそう。逆か、干からびそう。1月15日が誕生日なんですけれども、彼女からね、誕生日プレゼントもいただけまして、サンサンギアさんのフーディーですね。はい。ニットフーディーでございます。はい。めちゃめちゃ、本当に、僕が好きそうなアイテムを買ってきてくださって、めちゃめちゃ嬉しかったですね。あともう一つあって、こちらもね、いただきました。ありがとうございます。いや、これもめちゃめちゃ嬉しかったですね。僕、カメラ、まあ今撮ってるものもカメラに撮ってるんですけれども、まあ一応デジタル位置から撮ってるんですよ、基本的には。カメラをね、僕、素で入れちゃうんですよ、カバンに。それが結構いろんな人から行かれてるよ、お前、って言われてたんですけれども、僕もこれ存じ上げなかったんですけど、彼女がね、エリミネーターさんで見つけてきて、こちら買ってきていただきました。僕の彼女がエリミネーターに一人で行っていたと思うと、めちゃめちゃ面白いですね。このケース防水だし、めちゃめちゃいいですよ。カメラ使ってる方はぜひね、調べてみてください。はい。今日はですね、まあ、自分への誕生日プレゼントを買いに行こうというところで、それがこちらでございます。こちらでございます。はい。見てくださいよ。ショッパー変わりましたね。メゾンマルジェラさんでございます。いつもね、去年も一昨年もなんですけど、新年はマルジェラ買いに行ってたんですよ。初売りみたいな感じで。なんか本当はね、SS のアイテム欲しかったんですけれども、ちょっと AW のアイテムで、まあ、ほぼアウターみたいなアイテム買ってまいりましたので、こちらをね、紹介していきたいと思います。こちら開けていきたいと思います。その前にさ、ショッパー変わったっすよね。これどう思います？皆さん、前は不織布みたいなショッパーだったじゃないですか。真っ白のあれから完全に紙袋に変わりましたよ。聞くメゾンマルジェラと刻印がありますね。プリントか。一応取っ手がね、ちょっとデストロイ加工みたいになってて、マルジェラらしさは残してるということで、まあ、ちょっとやっぱりね、ギフトの時とかは、まあ、不織布よりはこういうね、紙袋を希望される方も多かったっていうふうにはおっしゃってました。まあまあ気持ちもわからないでもない。いきます。はい。いや、こちらですよ。あれなんか、こんなのに入ってたっけ？すげえ袋が変わってますね。完全に布っすね。この袋に入っております。うわぁ、この袋いいっすね。普通に使えそう。こちらにね、入っております。まあ、ほぼアウターのような僕が買ったアイテムは、こちらでございます。はい、こちら。こちらがですね、メゾンマルジェラさんの、リブニットジップブルゾンですかね。はい、こちらでございます。こちらなんと本日、20万円使わせていただきました。ありがとうございます。欲しかったんですけど、ね、結構すぐ売り切れちゃってたアイテムだったんですよ。マルジェラの店頭とかで。それがまあちょこちょこっと再入荷してたみたいで、これね、アイテムとしてはめちゃめちゃいいんですよ。一生使えると言っても過言じゃないぐらい汎用性効くマルジェラでございます。しかもね、他に意外とないアイテムなんですよ。そういったところも含めて今日はね、ちょっとレビューしていきたいと思います。もう持ってるだけで重たいぐらい結構ねヘビーなアウターなんですよ。このニットがめっちゃ分厚いんですよね。超絶厚手なんですよね。まあマルジェラって言ったらやっぱりニットって人も結構多いんですよね。今回ね、まあユニセックスのアイテム多いということで、はい、タグが白タグとなっております。はい。多分ネットでめっちゃ探したりしたら、まあ20万円より安く買えるところってあると思うんですよね。ただやっぱりちょっとマルジェラで金落としたいなということで、はい、マルジェラにお金使いたいなということでね、こちら買ってまいりました。決してね、これを調べて、まあこれより安い金額のものがあったとしても、コメント欄の時には絶対書かないようにお願いいたします。はい。で、こちら一応ね、シーズンとしては 23AW なんですよ。だからまあ、1個前というか、まあ今か。ベースのアイテム始まってたんですけれども、まあ、全部見てもやっぱこれが一番着たいなって思うアイテムだったんで、実際に自分が着たいもの買うのが一番かっていうのでこれ買ってきました。で、セールになってるアイテムで、まあこの、今段階で残ってたアイテムで、まあ中ムおすすめずアイテムとしては、ライバースニットが、40% オフになってましたね。まあ、ほとんど20万ぐらい、これと同じぐらいするんですけれども、ブラウンのドライバーズニット。まあ、ちょっと S サイズしかなかったんですけれども、それはね、11万とかになってましたね。めちゃめちゃ熱くないですか？もともとドライバーズニットって多分アイコンズって今呼ばれる、まあ本当に定番化されてるラインなんですよ。毎シーズン出てくるよみたいなアイテムなんですけれども、このアイコンズって基本セールにあんまかからないんですよね。っていう風に僕も聞いてたんですけれども、今回ちょっとセールにかかってるものもあって、まあ、ドライバーズニット安くなるはちょっと今後あんまなさそうだなということで、はい。ぜひね、ドライバーズニット欲しいなと思った方は、見に行ってみてください。やっぱりニットってボリュームある方がいいじゃないですか。まあスウェットもそうだと思うんですけども、僕はもう断然ニットは、もう分厚くてなんぼみたいな人間なんで、相当嬉しいですね、これぐらいに分厚いと。リングジップみたいになってるのもかなり着やすくていいポイントですよね。僕はね、M サイズを買わせてもらいました。ウール 100% ですね。マルジェラジャパンということで。まあ、白タグっていうのがかなり、印象的ですよね。うん。まあ今はもう意味合い違いますからね。金タグこんな感じです。カレンダータグがね、最近入ってますよね。ここのシーズンですね、23年の02って書いてあるんですけど、この02が01の場合 SS です。
02の場合 A タブなんで、これは23年の A タブのアイテムってことですね。はい、こう見ても結構わかりやすいと思うんですけれども、かなりねボンバージャケットに形近いんですよね。まあ、結構丸みを帯びてるシルエットというか、丈は短いんですけれども、まあ、身幅が結構大きめっていう感じで、ニットのマジブルゾンなんですよね、リブがある。だからまあかなりいろんなアイテムと合わせやすくて、しかもあったかいし、まあ、ニットだから他との差別化もできるってことで、かなりいいアイテムなんじゃないかなということで注目していたんですが、元店舗ではすぐ売り切れたアイテムが再入荷ということで、はい、早速ね、じゃあ着ていこうと思います。むちゃくちゃいいわ。今カットソー1枚の上に着てます。こんな感じです。いかがでしょう？シルエット可愛いっすよね、これは。あんまりよく可愛いって言葉使わないようにしてるんですけれども、これはまあ可愛いシルエットのアイテムですね、完全に。こう見ていただいても身幅がね、こうちょっとバルーンっぽくポヨンとなってるので、はい。この辺は最近のシルエットだとまあ分かりやすいというか、これぐらいのシルエットが多いんじゃないかなっていうような形になっております。ちょっと長いなって時はまあ折り返してもいいので、まあまあその辺はどうとでもなるかなって感じです。首元のジップがいい味出しますよね。この感じがほんとちょうどいいというか、マルジェラでこれやってるのが僕は斬新で結構いいなと思ってます。めっちゃあったかいわ、やっぱり。ちょっと一個難点があるとしたら、ここね、ポケットがないんですよね。こういうのをやっぱブルゾン履きるとやっぱこうしたくなっちゃうじゃないですか。まあ、店頭でも僕やってたんですけど、やっぱそれができないっていうのがちょっとなってぐらいですかね。これ、この上になんかもちろん着てもいいし、まあこれアウターで着るのが一番いい使い方かもしんないですね。まああとウール 100% なんですけど、まあ特にチクチクというか、クチクしちゃう人間なんですよ。私のウールのドライバーズニットとか結構もうこの辺無理になっちゃってたんですけれども、まあ、これは全然気にならないですね。この辺今、素肌なんですけど。結構中のストーンアイランドの、まあシャドウプロジェクトのフーディーなんですけれども、まあそれも結構でかいんですよ、正直。中に来てもまあそんなに、違和感はないというか、ごわつくことはないかなって感じですね。これ相当いいわ。こういうニットのアウター、ほんと僕あんまり持ってなかったんで、なんかニットでアウターどうなのと思ったんですけど、これはめちゃめちゃいいわ。あ、もうこの厚さですよ。この分厚さっすからね。やばない。一枚袖のバーバリーさんのトレンチコートじゃないです。ステンカラーコート。はい、こちらをね、着させていただいてます。まあ、ちょっとさすがに、もう肩回りでかいやつになってますね。めっちゃ高いけどな、この場合。だね、やっぱ大きいコートガバッて羽織るの僕結構好きなんで、まあ、ただやっぱこの胸のあたりというか、胸の上、肩あたりが結構、ごわつくことはありますが、自分が感じてるほど見た感じは違和感ないかな。いっぱい着てるね、あの人ぐらいかもしれないです。去年もね、このバブアーさんのハンティングジャケットっぽいアイテム、ドッキングのね、こちらとかもね、買わせてもらいましたね。でも去年本当に着なかったな、2回着たかなって感じ。買った時はね、めっちゃルンルンだったんですけどね、めっちゃ着たるぜって感じだったんですけどね。難しいアイテムでしたね。今年は頑張って着ていこうと思います、こいつ。はい、今年初の購入品動画は、20万円の、まあ、もっと言うと20万5200円のこちらのマルジェルさんのウールのニットのアウターでした。はい、私もね、最初から福袋開けて、外れだ、当たりだ、みたいな感じでやってましたが、はい。まあ、こういう風に、やっぱり、欲しいもん買うのが一番ですね。はい。やっぱりね、20万円の福袋も買いましたけど、まあ、20万円で欲しいもの一着買う方が、まあ、自分の幸福度は高いと思うので、まあ、あくまでも僕は福袋エンターテインメントでやってるだけなんで、それはね、それで、まだ見てない方とかはね、いっぱい上がってるので、そちら楽しみに見ていただければと思います。はい。やっぱり欲しいもんにお金使うのが一番ではあると思うので、ぜひ皆さんもね、まあ今ちょうど AW、まあ本当はね、安くなってるアイテム多いと思うんで、これちょっとね、結構人気みたいで、みじんも安くはなってなかったんですけれども、まあ探したりしたら安くなってるサイトとかは、まあ海外とかではあるんじゃないかなって感じもするので、まあもしね、普通に店頭で買いたいよって方は、マルジェルさんとか行って問い合わせたりとかしてみてください。よろしくお願いします。はい、こんな感じで僕でも発信系動画を上げています。もしになった方はチャンネル登録と高評価を、ライトのやつをよろしくお願いします。はい。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼します。はい。